まずい、まずいぞ。キャメロットの方角からとんでもない魔力が近づいてくる。こっちはさっきの戦闘で魔力がガラキシだよ。まさかチャンドラーさんでは。エスカドール変身だ、変身。夜じゃ無理ですよ。全員落ち着け。マリ、私が交渉に出よう。交渉って、そもそも相手が何者で何を仕掛けてくるかわからねえのにか。相手の目的もおおよそ見当はついている。来たのはお前か。ならば話が早い、ゼルドリス。何者だ、貴様の顔など見たこともない。それは心外だ。何、これならどうだ。まさかメリオダスの言ったマーリンとは貴様のことなのか。今なんて。さあ、魔人王と最高神の祝福を受けし娘。王女様と団長とはまるで正反対だ。ここは騒がしい。サシで話をするとしよう。利口な判断だ。え、ちょ、マリー。あ、髪の毛。魔人王は幼子に魔界の秘術に関するあらゆる知識と女神の洗脳術を防ぐ加護を授け、最高神は幼子にいかなる闇の呪いと戒言すら無効にする加護を授けた。だが幼子はその加護を得た挙句両者を拒んだ。神を欺くとは。怒った二人の神は千日間都を呪いと死の霧で覆い、炎と雷の大雨を降らせ、ベリアル院を滅ぼした。が、神の加護と無限の魔力を持つ幼子はそれを難なく切り抜け姿を消した。その悪名高き大物とこうしてまみえると、確か今はマーリンだったか。今度は何を企んでいる、答えろ。ふん、買いかぶりすぎだ。私のことはどうでもよい。それよりお前の目的はこれだろ。下せんのはゼルドリス。兄を恨んでいるはずのお前がなぜ裏切り者のメリオダスのために戒言を集めるかだ。魔人王の力のかけらである銃の戒言をメリオダスに与え、奴を魔人王にすることに何のメリットがある。団長を魔人王に。答える義理はない。だが貴様と争うつもりもない。それを渡せば貴様らを見逃してやろう。なるほど、取引か。少々惜しいがやむを得まい。貴様、くれてやる分にはいいが、それだけでは正直似合わん。もう少し色をつけてもらおうか。言ってみろ。エリザベスの身柄を引き渡してもらおう。エリザベスには2日と少しの猶予しか残されていない。このまま魔人の巣窟に放っておくわけにはいかん。悪いが却下だ。メリオダスは絶対に拒否するだろう。その呪いを解くためにメリオダスは魔人王の力を手に入れようとしているのだからな。だが安心しろ、メリオダスが守っている限り誰も手出しはできん。信じよう。しかしそれでは取引には応じられんな。なら別の要求にしろ。ではキャメロットの王の身柄を引き渡してくれ。アーサー王、やはりマーリンさんは。それも却下だ。あいにくだが王の名も顔も知らん、故に保証ができん。そうでなくともこちらはこの数日で正体不明の襲撃者により多数の被害が出て気が立っている。そんな小物一匹の身柄の保証はできん。わかった。ならば剣心の戒言で虜にされた聖騎士と民を解放しろ。それならたやすい。配下の魔人たちにも手出しさせぬようにな。いいだろう。ん、
ここは俺たちは今まで。あ、マジだ。今度は貴様の番だぞ。さあ術を解け。おっと、その前にすまない。どうもこの姿は肩が凝ってな。下手な芝居はやめてさっさとしろ。マーリンってばわざわざ相手を怒らせるようなことして。そろそろだな。言っておくぞ、俺は今貴様の一挙一動に全神経を集中させている。妙な真似をすれば即切る。何もしない、私はな。受け取れ、始まりのほんの挨拶代わりだ。